3のアドバンスドイシリアルスムースオペレータールースパウダーは弾力のあるバウンシングパウダーが配合され、異なる2つの質感から選べます。落ちにくさの検証では、疑似汗をしっかりと引き、摩擦を加えてもよれなかった点で満点を獲得しました。検証で使用したレーニグローマットは、ピンクの微細なパールを含み、ふわっとしたキメの細かいセミマット肌に仕上がります。パウダリーな表情にならずにベタつきを抑え、思わず指先で触れたくなるような滑らかな肌触りは、乾燥肌でも十分満足できる印象です。もちっとした付属のパフほどよく、粉を含み、テクニックいらずでムラなく薄付きな仕上がりをサポート。すべてにおいて、高水準なフェイスパウダーです。ステージパフォーマーインビジブルパウダーは、持ち運びに便利なプレストタイプで、パフケースが別売の商品。手に馴染むコロンとした卵型のパクとは高級感があり、パフの収納スペースを備えた機能的なデザインが特徴です。ベースの色味に影響を与えずふんわり、トーンアップし、ワンストロークでサラサラ肌に、光を散乱させることで、毛穴や、そばかすなどを目立たなくする、ソフトフォーカス効果により、ファンデーションと、セットで使用した場合はさらに凹凸の目立たない、フラットな美肌に仕上がります。疑似汗を引き、摩擦をかけてもよれを確認できなかった点で、キープ力にも期待大。使い勝手、効果的な仕上がりが評価できる、アーティストブランドらしい実力派のパウダーです。4色をブレンドするユニークな使い方が特徴のプリズムリーブル。パールが若干汗玉に浮いたものの粒子が微細でよれても綺麗な印象。摩擦を加えた箇所はほとんど薄くならなかったためマスクにつきにくい処方にも期待が持てそうです。使用したナンバー2ホワイトサテンはぬくもりのあるヌーディートーンにほんのり紫がかったホワイトが加わり優しげな輝きをプラスするカラー。内側から輝いているような自然なツヤ感を演出でき 0.5 トーン肌が明るくなりました。こだわりが感じられる正方形のボディはカチッと音がして開け閉めしやすく粉飛びも気になりません。カラフルな 4G のロゴが見た目にも楽しいニュアンスの変化をつけたい人におすすめなパウダーです。スキンケア効果と長時間崩れにくいロングラスティング効果を両立したディオールスキンフォーエバーシリーズのクッションパウダー。キルティング加工が施されたパクとは、オンタイムをより魅力的な瞬間へ昇華させるようなクチュールデザインです。落ちにくさでは満点を獲得し、汗を引くというよりは、水分と綺麗に馴染み、摩擦にもかなり強い実力を発揮しました。メッシュタイプでパフにムラなくつけやすく、粉飛びしないの盛り点。中間色のライトはカバー力がやや高く、ナチュラル派は下地とパウダーだけでも十分満足のいく仕上がりに、潤い感のある粉質なので、乾燥肌や肌の突っ張りが気になる人におすすめです。メイクのセットに特化した MAC のフィニッシングパウダーはシルクのような粉質。あらゆる肌トーンにマッチし、ふわっと感を残しつつサラサラに仕上げてくれます。ファンデーションの後に乗せることで、ベースメイクをより自然に見せるので、ワンランク上の仕上がりを叶えたい上級者におすすめです。疑似汗を吹きかけた際に若干粉が浮いている印象は、あったものの、摩擦には強かったため、崩れにくさは問題ないと言えます。コンパクトで、持ち運び可能なサイズは好評だった一方で、パフが付属されていないのが気になるとのコメントも、ブラシを用意する場合は、毛足が長く大きいものがおすすめですよ。アーティスティックなアイテムが揃う NARS の無色のパウダーはノンコメドジェニック処方で敏感肌でも使用可能。汗を引く代わりに水分と馴染み、パールラメの浮きや摩擦をかけた部分の汚れは確認できませんでした。しかし、ふんどうを包んでいたティッシュにはパールやラメが付着していたため、汗を拭き取る際は注意しましょう。歌い文句通り光沢感のある仕上がりで、自然な透明感をプラスすることができます。サラサラした質感が、はっきり出るため、オイリーな肌質にもおすすめ。携帯のしやすさについては個人によって意見が分かれ、
普段から小さいバッグを持ち歩く人にはやや不便なサイズと言えます。シャネルのルースパウダーは3種のオークルとクリアタイプの4色展開。厚みのあるふかふかのパフは毛質が柔らく均一にパウダーを含みます。粉の出口が小さいため多く取りすぎることなく、つける量を調節しやすいのが魅力。ほんのり包み込む石鹸のような香りは、使う人を選ばず、すべてのモニターから好評でした。セミマットタイプの中では、満点評価の仕上がりに、下地とパウダーだけでも上品な美肌に仕上がり、ファンデーションで整えた上から重ねても粉っぽさを感じさせず、程よい抜け感が残ります。生地汗を引いたものの粉道の裏に比較的しっかりと粉が付着したため、摩擦には強くない印象です。美容オイル成分高配合のスックオイルリッチグロウルースパウダーは保湿感のあるしっとりした質感が特徴。手元で見るとパールが強い印象ですが、頬に乗せると内側から発光したような濡れツヤを簡単に演出できます。ファンデーションのダマもできず、圧迫感のないつけ心地も高ポイントです。生地汗に浮き、粉道を包んでいたティッシュにもラメが全体的に付着。しかし、摩擦をかけた部分のよれはラメの反射で、そこまで気になりませんでした。付属のパフは安定感のある使い心地ですが、全顔に押さえるようにつけると厚塗り感が出る恐れも。薄塗りで仕上げたい人はブラシで、ふわっと乗せるのがおすすめです。皮脂固化処方、撥水加工で崩れやテカリを長時間抑えることを歌った化粧持ち実感を拾い、疑似汗はしっかりと引いたものの、粉を含んだ汗玉ができたので、T ゾーンや小鼻の周りなど皮脂が出やすいパーツは少量ずつ重ねるようにしましょう。摩擦を加えた部分はやや色が薄くなったものの、よれが気になるほどの崩れ方ではありませんでした。肌に溶け込むようなきめ細やかなパウダーで、サラッとした陶器肌に仕上がります。ファンデーションの上から使用しても厚塗り感が出ず、ワントーン明るい肌に。開け閉めやパフの使いやすさは好評でしたが、はたく際に粉飛びするなどの意見も集まりました。ロングセラー商品のエレガンスラプードルオートニュアンスは、質感、なりたい、印象別で6種のカラーから選べます。ミラー付きの薄いパクトは、ポーチの場所を取らず、持ち運びに適したサイズ。毛足が短く薄い付属のパフは、一見塗りにくさを感じますが、滑らせるように使うと綺麗に仕上がります。水分、すれに強かった反面、全体的に色落ちしていた点がマイナスに。人気の1のカラーは、ファンデーションで、しっかりカバーした上から重ねてもダマにならず、肌が、パッと明るくなりました。セミマットな仕上がりなので、夕方の皮脂くすみを改善したい人にぴったりです。ドラッグストアで購入できるメディアフェイスパウダー S はルーセントタイプ。ルーセントパウダーとは無色のパウダーという意味。下地とパウダーだけだと不自然に肌が明るくなってしまったため、ファンデーションを合わせ使いしながら、きちんとメイクを仕上げたい日におすすめです。崩れを防ぐフィットパウダー配合ということもあり、水分、摩擦には強い耐性を示しました。つける際の粉飛びはそれほど気になりませんでしたが、パフのスポンジがやや硬く、フィット感がない、小回りが効きにくいなど、付属ツールへのマイナスコメントが多く上がりました。スキントーンや仕上がりに合わせて、6つの質感から選べるコスメデコルテフェイスパウダー。使用した00トランスクリプションルーセントは素肌感のある生ツヤ肌が歌い文句の人気ナンバーワンカラー。その通り、ファンデーションのありなしに問わず肌からにじみ出るような自然な透明感とみずみずしいツヤが出ました。使用感の検証ではほとんど粉飛びしない点が高評価に。コロンと丸みを帯びたボディや様々な花模様が散りばめられたデザインが乙女心をくすぐります。水分による粉浮きはなかった一方で、擦れたラインは確認できたため、汗を拭き取る際は注意が必要です。
このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。